お疲れ様です。今日は9月6日金曜日、朝6時ですね。相場解説移っていこうと思います。今日のテーマは、下落後の揉み合いのメカニズムですね。その前にちょっとお話しときます。昨日の深夜ですけども、2つの材料がありました。21時15分と23時です。まあ、それが反映されているところがあります。これはデイリーなんでね、見にくいですけども。それから9月6日、今日迫ってくる材料ですけども、 数時間後にこちらが日本から発表されて、本日の午後にはこちらが出ます。さらに深夜にはアメリカのいつものやつがね、ドカンドカンドカンと来ますからね。月の最初の金曜日の夜はいつもこの塊です。米国雇用調整みたいなの聞いたことはありませんかはい。じゃこれを踏まえてね、お話した、しまえ、お話したいと思いますけども、ずっとトレンドで来たわけじゃないですか。ずっと一直線にね。で、ゴーンと上に行って、またトレンドがあって、 みたいな感じで今ねちょっともみ合いが始まってるっていう風な形になりますもみ合いってのは何かっていうとえっ、ー、とこの下落がねピタッと止まったのがここなんですよここで反発してそっから上に向かって同じところでまた上に向かったと考えたらこうでしょだからここが一つの下に向かうブレイクポイントになってるんですよねただしヒヒゲゲがありますヒゲっていうのは 急速に上に巻き戻されたんで、この実態に収まっちゃったよってところなんですよ。だから、この空間っていうのは結構速い速度でね、上に戻る傾向があるんですよ。その中でも、この辺りからの寝動きで下に向かおうという力もあるんで、下に進めば上に反発して、 で、上に行ったら今度またこの下へ押す力が働いてって感じで結構ギッタンバッタンするんですよね、この空間は。そういう風に実体とヒゲ先の間をいつも解釈しておいてください。これが、もみ合いのメカニズムです。特に今回は下落トレンドだったんですけども、一方的に下がる一方だったものが、ここでもみ合いのメカニズムに、ここでもね、そんな感じありますけど、ここで入ったでしょそういう風に理解していってください。だから短時間で、 エントリーして決済するっていうクイックレスポンスが求められるってことです。昨日もまさにそうでしたよね。で、4時間ですけども、4時間、昨日も散々らお話ししましたけども、このゾーンを越えたところでエントリーのチャンスが来たわけです。ね。ちなみにこのヒゲは昨晩の材料から起きたものなんで、昨日の日中トレード時間にはあんまり関係ないです。で、このゾーンを越えたら下に進むよっていうのがまさに ここまで進んだわけですよね。で、すぐに理学を1時間以内にすれば、この戻りに巻き込まれることはなかったわけなんですよ。つまり理学成功ってことなんですよね。それを昨日は解説しております。で、下落トレンド中なのは下落トレンド中同じですね。で、次に1時間を見ていきます。1時間も下落トレンド中です。 ここは昨晩の材料で起きたことなんですけども、結局トレンドの方向に戻ったよねっていうところですね。で、ここでやっぱり揉み合ってるでしょ下に行ったのがまた上に戻ってくるみたいなことを繰り返してるでしょで、ここっていうのは結局はこっちの方に行ってね、見えませんけども、あの、ヒゲの勢力圏内にこうやって入ってるわけですよ。この辺は特に。まあそういったことを意識していただいて、 じゃあこれからどういうふうに考えればいいのかそれはもみ合いがまだ続くんじゃないかなってところから偏った方向にポジションを取るっていう風うな考え方ですただし今日は金曜日なんでポジションを積極的に持つことはお勧めしません基本的には今日は眺めるだけにした方がいいと思います昨日まで以上に今日は難易度高いですからねまあそうなると昨日までで利益が取れなかったとかエントリーする勇気がなかった方はそれよりも難しい今日 あえてする必要はありません。ただ、勉強のために、相場解説をご覧いただければと思います。ね。で、今週なんですけども、147円台から始まった月曜日。ね。下落が続くっていうのは、始まるっていうのは、多くの方、もうね、ご認識だったと思いますけども、どうですか ?1 週間で4円近くね、3円ぐらい、下落の方向に進んだわけですよ。これによって、 ファンダメンタルで週間トレードをセルでかけていた方は大きく利益を取れたよねってことです。これを月曜日にも予言したってことですね。はい。詳しくはまたね、あのー、まとめの、1週間のまとめ動画でお送りしますんで、そちらで FX オリギャルヒの方はまた学習してみてください。じゃあ本日は以上でございます。